はい、行きます。あ、動いた、はい、はい、今ですね、ラオスにいます。でラオスのルアンパパンですね、ルアンパパンにいます。で、今いるところ、まあ、世界遺産、町自体が世界遺産に認定されているところで、まあ、今最近はかなりね、外国のね、観光客の方がかなり来ているところですね。で、これメコン川です。メコン川で中国から流れてて、で、最終的にベトナムの、ホーチミンの南の方からですね、河口があって、そこから海に流れるようになりました。で、山、川の景色が、ね、素晴らしいです。で、今船とかね、結構やっぱりこのラオスの北部の方から来る人とか南部の方から来る人、まあ、いっぱいいます。まあ、陸路で来る人もいるし、まあ、飛行機で、空路を使って来る人もいます。あとは、水路を使って来る人もいます。でなかなかここのところ川はね、趣味とのことはかなり重要なものなんです。でラオス、まあ、100年以上前の日本、まあ、田舎とか行くとね、100年以上前の、日本の田舎みたいな風景広がってて、鶏がそのまま放し飼いになったりとか、あとは牛とか放し飼いになって道端に結構出てきます。で、まあ、すごくね、町自体はこのルアンパパンですけどね、昔ルアンパパン王国だったんですけどね。でそこのところがまあ、世界遺産、そんなに規模大きくないですけど、すごい落ち着いた街です、ね。まあ、ここはすごく、なかなか落ち着いた感じです。自然が好きな人はすごく好きです。